ソウルオリエンスが有馬記念に参戦することが分かりました。同馬を所有する初代サラブレッドクラブがホームページで発表しました。また鞍上は発表されておらず、横山武史騎手から川田騎手に乗り換わるのではないかという噂が流れています。今度こそ頼む。武史乗り換わりってマジ？武史で結果が出てないが、有馬記念なら川田より武史の方がいいと思う。北三ブラックの成長力に期待する。この馬2000くらいがベストだと思う。タスケイラと再戦で最優秀3歳ボバが決まるな。最優秀3歳ボバはオーバンブルマイヤ。イクイノックスもリバティアイランドもいないから勝てるよ。継続ならジョッキーも一緒に発表されるだろうから、やはり乗り換わりなんだろうね。ナミュールが武史を下ろしたら連勝で G1 勝っちゃったからな。メンバーが手薄になりそうだからチャンス。鞍上弱化じゃないか。ルメールとかもレイラに乗り換われよ。川田が中山で G1 勝ったのって何十年前の皐月賞のキャプテンプーレだけだろ。武史はすでに4勝。有馬記念も勝ってる。川田は14番人気のアドマイヤモナークを2着に持ってきたことがある。川田の有馬記念、0109。ダービー以外は負けたの武史のせいじゃないだろ。グランプリ男池添えにしろよ。